こんにちは <laughs> 木村村でですす在米地球人のアメリカではあ僕の友人からですね宇宙人と言われてるんですけれども考えてみますと4歳ぐらいの時にですねああの私はあの北陸の小さなあの町で生まれましたが4歳の時に初めて 村のですね一番お金持ちのところにテレビが入ったんですねそれで我々はそこへ行ってテレビを見てみましたがなぜか知りませんがその時ですね自分は宇宙人であるとどこかの惑星からですね地球に置かれてあの送られてきて私のこの目がですね実はテレビカメラであってそして私が見てるもの全てがですね私が来たこの <coughs> 惑星に映像で送られているとだから私の使命はできるだけこの地球を観察して見たものをそのまま私の惑星に送るとそして40歳になったら自分の惑星からお迎えが来てこの地球を去ると変な妄想に取りつかれましてでまだ子供ですからうちの父母がよくあの銭湯に連れて行きまして女湯に入ります。 ですから大きな小さな目を大きく開けてじっと皆さんのねお風呂を見ていましたけれどもそのうち近所のおばさんから非常に気持ちの悪い子供だと言われてですね、それ以来、銭湯に入ってお女よにも入っていませんがそうこうするうちにそうですね、大体14歳ぐらいの時ですね、学校は面白くないし銭湯にも行けないし。 一体人生の目的は一体何なんだろうかと考え始めました最初にうちの両親に聞きましたね人生の目的はとそしたらうちの両親は分からないと先生にも聞きましたが分からないとで生きていながら人生の目的が分からずにどうやってみんな生きてるんだろうかと思ったんですねで近くにいる大人は全然あの 頼りにならならいのでで初めてですね、えー、少年ですが14歳の少年ですが、えー、自分で考え始めましたそして本も初めて読み始めましたその頃ですね、えー、自分の人生の目的が分かるためにはまず自分というのは人間の一人ですからね人間の生きている目的が分かってかつ自分という人間のですね 個性が分かれば、ひょっとしたら自分のの人生の目的が分かるのではないかと思ったんですね。ところが人間というのはこの地球に存在している生物の一つですね。ということはもしも生物の目的が分かればその中で人間というね個性を持った存在の目的が分かるのではないかと。ところが生物というのは全存在の中の一部なんですね。ということは生物の生きている目的が分かるためには 全存在の存在している目的が分からなくてはいけないと。ということはこの宇宙そのものの存在目的が分からないと自分の人生の目的が分からないと。しかし宇宙の存在目的が分かるためには宇宙というものを知る必要がある。で14歳の少年としてですねたった一つの答え自分自身の人生の目的が分かるためには全てを知る必要があると。 なったわけですねそうしますとですねこれは非常に大きなテーマでありまして人生の目的が分かるまでずっと宇宙のことを勉強するのはちょっと時間がかかるなとだんだんとですね、えー、憂鬱な気持ちになりまして16歳のですね誕生日の3日か4日前でしたけどねもう生きるのやめようと人生の目的は分かんないし。 銭湯にも行けないし。<laughs> それで、しかし、えー、自分で、あのー、命を絶つというのはですね、うちの両親にとっては大変なことだと思,思ったので。何とかして、えー、自事死に見かけて死のうと思ったんですね。で、どういうふうにしたら、完璧に自故死のように死ねるかということを真剣に考えたんですね。土曜日の夜、あの、夕方でしたけれども、太陽がだんだん沈んできてですね、まあ、僕の生まれはの。 勤労感謝の日なんですがその前でしたけども太陽、えー、が沈んできてじっと考えに考えに考えてどうやったら完璧に死ねるかと考えていたた時にですねこの暗闇の中から光がパッと広がったんですねで今ですね皆さんあのこの目に見えるものが実質があってですねこの目に見えないものは実質がないように感じるでしょう。 ところがその時ですね、ちょうどあの写真のネガとですね、あのポジティブがありますねポジットネガがありますがそれが逆になったように普通の状態で実質があるように見えたものが実質性が消えまして見えないものが実体化したんですねつまりこの自分の体もこの世界も全部光になっちゃってで普通ものに見えるものが空白になったんですね。その瞬間にですね。 自分の人生の目的も生物の存在する目的も全存在の存在する目的も宇宙の存在する目的も分かったんですね。で分かったと言いますがそれを言葉にあの出すのは非常に難しいことなんですね。で一回分かって非常なあの幸福感にですね満た、えー、されましてでだんだんとその 光が少し弱まってきたときにもう今までこの生き方じゃ全然面白くないとねで学校の学校はもともと全然面白くないしますますこれは学校は面白くないとで僕はあのその頃あの石川県の金沢に住んでおりましたがそこには有名な兼六公園がありますので学校を休んで毎日兼六園に行きましてですね朝から晩までずっと育てましたね でその時じゃあこれれからどうすればいいんだと自分まだ16歳だしもう人生の目的分かってしまったし人生の目的っていうのは刻々に達成されてるんですね我々の生きている目的っていうのは今この瞬間に刻々に達成されてるんですね何もしなくてもいいんですねということは何をしてもいいんですが何をしたらいいんだろうかとその時考えたんですねこういうことを考えながら 僕はあの道元禅師の消防現像を読んだりですねいろいろな有名な哲学者の本を読んだりして最終的に考えたのはやっぱり本当に悟りを開いたお坊さんのところで少し修行しようと思ったんですね。そういうことで僕があの宗教というか精神の世界に入ったのが18歳の頃ですね。で今お話ししましたがこの荒井さんから神秘体験っていうのは何ですかって聞かれたんですが。 あの日本語であの「悟」るって言葉がありますよね。で禅のお坊さんっていうのは長い間修行して悟るんだと悟る開くんだと。じゃあな悟るっていうのは何なのかということですね。悟るっていうのは「さ」を取ることなんですね。さ」差を取るっていうのは今ね私とあなたの間には「差がありますよね。私はここにいてあなたがそこにいる私は私であなたはあなたと。 この、ね、差が取れるんですねそれだけなんですねでこの差というのは我々が作っているものであって本来の実在の世界にはないんですねだから本来悟っていないものはいないんですねすべてのものが一体なんですねそこで差を作っているのが現象世界なんですね ですから、悟るっていうのはそれだけのことなんですね。だから、その僕が16の時に、いわゆる、いわゆる神秘体験というのは、ただそれだけなんですね。差が取れたんですね。で、何十年も。信用しなくても。いいんですね。もう、差は取れてるんですよ。